今日の科学教室はですね、ちょっと動きが違いまして、科学そのものの知識というよりかですね、我々はなんと間違った、なんていうか、教えを受けてるのかということを、具体的な例で示したいと思うんですね。これはもう今、テレビは本当のこと言わないとかですね、テレビで嘘ばっか教えられてるっていうのはよく話に出てくるんですね。しかし、現物を見るとですね、こんなに恐ろしいのかと思いますのでね。今日はちょっと現物を見せながら、現在では一番、話題の中心になっている地球温暖化ですね。これについて、どんな状態になってるのかと、いうことをちょっとお話をしたいと思うんですね。科学っていうのはもともとはですね、政策とか、力とか、儲けとか、そういうものと関係なくですね、芸術とか音楽、文化と同じようにですね、人間の活動のうち本当に崇高で美しいもので、そのまま科学をやらせてほしいっていうのが僕なんかの希望なんですが、世の中には権力を振るいたいとか、人より俺が偉いように見せたいとかですね、金を儲けたいっていう人が多くてですね、科学を悪用しちゃうんですよね。その一番今極端なのが、地球温暖化とか SDGs と言われるような、ヨーロッパから出てきている、いろんな科学的な衣を着た、政治的な話なんですね。政治っていうのは人を騙すこともあるし、本当はそういう政治いけないんでしょうけどね。現実にはそうなんですが、その魔の手をですね、科学の方に伸ばしてくれるなと、いうふうに私なんか思うんですね。それで本当にこう日本の人たちはかわいそうだなと思うことがあるのは、僕はまだ世界にチャンネルがありますし、知り合いもいますしね、それからいろんな英語の論文なんかも読みますから、テレビ、日本のテレビに採用されるってことは少ないんですけども、日本のテレビを主に見てる方が多いんですよね。そういう点で本当にかわいそうだと思います。それでその一つの例はですね、この前この渡辺忠っていう先生からですね、この14の嘘という本を送っていただきました。これは著者の方が送っていただいたわけですが、これは気候変動脱炭素14の嘘というタイトルがついておりまして、出版社は、恐れ多くも丸善出版でありまして、著者の渡辺忠先生というのは、私も20年来の親交がありますけれども、東京大学の教授から、今理科大学の教授になって、東京大学名誉教授ですね。ですからこの本は、長らくこういうご研究をされ、かつ東大の教授であり、今東大の名誉教授であり、出版元は丸善であると。どっから見ても、無視できない本ですよ。武田邦彦がなんかへんてこな出版社から出した本なんかは、当てにならないと NHK は言うでしょうけどね。まさか NHK が、東京大学の教授、東京大学の名誉教授、しかも、丸善出版から出てる本を、まるで無視すると、いうことは本当はありえないんですね。しかし、実際は完全に無視してますよね。この本は、地球温暖化というのが嘘であると。それから、脱炭素っていうのが嘘であると。これは、14項目で整理されておりますね。この本はちょっと体裁がですね、普通の人も読めるようにということで、わかりやすく書いてありますが、もちろん、渡辺先生の著書にはですね、非常にがっちりとした、ちゃんとした学問的な根拠のあるものが書かれております。それで、この本の、この本でもそうですけど、後ろにはですね、地球温暖化に対しての、いろいろな学術が、学術的な書物も、参考文献として紹介されておりますし、またこれは2020年から、たった2020年から後のもの、ここ2年間だけでもこんなにあるんですね。もちろん地球温暖化というものに疑問を呈する学者っていうのはすごく多いんです。簡単には良心的な学者はみんなそういうふうに思ってるんですね。で、この本の中にも書いてありますけども、マスコミがなぜ、地球温暖化をやるかっていうと、ここに書いてありますね。これはエコカーの製造会社だけですけどね。それが2017年に使った広告、テレビ広告などの
その統計によると1年で1兆2300億円の広告を出してると、まあ、いうことで、まあ、ビジネスはそうかもしれませんが、放送はそれでいいんでしょうかね。そこで放送法をちょっと見てみますと、まあ、いつも問題になる放送法第4条っていうものです。これをちょっとご説明したいと思います。日本は法治国家ですからね、法律が守られてると思うんですよ。特に NHK のように国民から受信料を取っているところがですね、まさか放送法を違反するってことないんですが、ちょっと放送を読んでみましょう。国内放送等の放送番組の編集等、第4条、放送事業者は国内放送及び内外放送以下国内放送等というの放送番組の編集にあたっては、次の各号の定めによるところによらなければならない。よらなければならないって言ってんですよ。それで、1、公安及び善良な風俗を害しないこと。そりゃそうですね。社会が危険になったり、それから国民生活が善良であるってことは大切ですからね。それから2、政治的に公平であること。まあ、これは随分気をつけておりましてね。例えば NHK ですと政見放送は、一頭あたりとか一人あたり何秒とか言っても厳密にやってますからね。これやってるんですよ。報道は事実を曲げないですること。これ怪しいですね。事実を曲げないですること。まあ私は事実を曲げて放送されたもので随分人生をダメにしました。私が今、この我々年を経てですね、こういう活動をしてるのはですね、今からまた若い人が私と同じように間違った報道で人生を不意にしてもらったらいけないなと思うこともありましてね、やってるわけですよ。ところが NHK をはじめとした放送局とか新聞社はどうもね、自分たちはまあ偉いんですよ。だいたい国民の平均所得が460万なのに4人家族でですね、自分たちは1500万以上取ってますから、まあ、自分たちの人生が良ければいいやと思ってるんでしょうね。まあ、事実が、報道は事実を曲げないですること。これね、もう本当に私、長い間テレビ出ましたけど、本当のことを言うとクビになっちゃうんですね。本当のことを言いすぎてクビになった武田邦子なんて言われたりしますわね。それから4番なんですよ、問題は。意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。これですよ。まあ事実、報道は事実を曲げないですることっていうのは、いや、事実を曲げてないよ。一方向、一方方向のやつは全部報道してるよっていう言い訳があるんですが、このそれを抑えてるのが4番ですね。意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。こういうことなんですね。で、もちろん今これを渡辺先生のね、渡辺忠先生のこの本を示しましたのは、どんなに考えても意見が対立してるんですよ。どんなに考えても意見が対立してる科学の問題なんですよ、おまけに。政策は一致してるかもしれませんよ。だけども、この意見が対立してるその事実について、科学ですから、事実について3番に報道は事実を曲げないですること。4番に意見が対立してる問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすることとあるにもかかわらず、例えば、まあ別に NHK ばかじゃないんですけどね、NHK が国民の受信料を取ってるから、直接的にこの放送法第4条によると思うんですね。この放送法第4条は安倍政権の時にかなり社会的にも問題になりました。これはこの事実を伝えるという点じゃなくて、政治的な中立性を保つかどうかという問題で、放送法第4条が問題になりました。で、放送法第4条が問題になった時に、放送界などはもう一斉に反発しましたね。だけど、あんまり反発する必要ないんですよ。もともと守ってないんですから。ね。それで、この理由をこの前ね、私ね、NHK の中を移植知ってる人に聞いてみたらね、これは人に聞いたんでね、裏を取ってるわけじゃないんですが、NHK に一人女性のですね、なんかまあちょっと力のある人がですね、非常に地球温暖化に怯えてるらしいんですよ。女性でもあるかもしれませんね。その人はなんか科学はあんまり知らないらしいんですね。ただ科学は知らないで怯えるだけだそうですよ。それで自分が NHK に勤めてるってことと
NHK が自分のものである、もしくは NHK を通じて自分の恐れを国民に知らす、そのまま伝えていいかどうかっていうことは考えてないらしいんですよね。ただただ怯えてるんだって。それで、この前のような NHK の傑作番組がありましたね。なんかCO2 が海に溶けると、海が酸性になって、プランクトンとか、そういう石灰なんかでできた殻が溶けちゃうとかですね。もう、学問的には超荒唐無稽な番組があったらしくて、さすがにあれはですね、いや、そんな pH のコントロールとか、物が溶けるってそういうのあるのと。まあもちろんね、大きな地球ですから、酸性ガスがどんどん噴き出すような火山の、海底火山の近くとかね、まあ、そういうところはもう pH がもう0とか1とかいうところもあるんですよ。まあ、そういうところをね、取ってね、まあ昔は NHK それがありましたよ。環境ホルモンっていうのがね、流行った時ね、相模湾かなんかで NHK のクルーが、やっとやっと1週間で1匹だけ見つけたやつを大々的に報道したってなりましたけどね。NHK ってあれ、何のためにあるんですかね。まあ、そう思いますけどね。まあ、ここで NHK の批判してもしょうがないんですが、要するに今分かってほしいのはですね、温暖化は、ある本によるとですね、ある統計によると、温暖化に疑問を挟んでる学者が 90%。温暖化が進むと考えてる学者が 10%。にもかかわらず、政治的にはその逆なんです。政治的には、まあ、先進国を中心ですけどね。発展途上国はそれほどではありませんが。先進国は、おしなべて地球温暖化だ、なるよって。それはね、科学じゃないですから。別にね、政策ですから。ところが NHK の番組なんか科学的な予想をしてますよ。それに東大の現役の先生なんかどんどん出るんですけども、私東大はもう廃止した方がいいっていうのはそこなんですね。東大の先生ってね、国から金をもらわなきゃいけないんですよ。国から研究費をもらわないと研究できないんです。自分で研究費を集めるほど学問的に偉い人はいないんですよね。国からもらわなきゃいけないんです。NHK も民放もなんか国から金もらったり、企業から金もらったりしなきゃいけないんですね。どうもね、これね、時間的な設定があるらしくて、12分ぐらいになると止まってしまうんですが、まあちょっとこれを改良しますが、この際ですね、皆さん、日本人ってかわいそうだなと思うんですよ。毎日毎日間違った情報を聞いて、温暖化が大変だ、温暖化が大変だっつって大騒ぎしなきゃならない。ところがそれは実は、放送法違反なんだって言うんですからね。どうなってんでしょうかね。まあ、今日はこの話をいたしますので、やはりあまり、テレビ、NHK なんかを聞いて、それが頭に入ってる人は、当面あまり偉そうなこと言わない方がいいかもしれないですね。その後否定されますんで、否定された時に恥をかきますから、やっぱりご注意をされた方がいいと思います。